皆さんこんにちは、ロクハです。今週は作り置きではなくて、たまには趣向を変えてお菓子を作ろうと思います。っていうのも、ちょっと今週仕事でめっちゃ疲れたんで、甘いものが食べたくって、生チョコを4ステップで作れるので、そちらをご紹介しようと思います。では早速作り始めます。はい、ではそれから今から作り始めるのですが、4ステップ最初に説明すると、砕く、溶かす、混ぜる、冷やす、以上です。なのでまずは砕いていこうと思います。砕くのには、はい、マルチブレンダー使います。なので自分の力ほとんど使わないでできます。そしたらチョコをまず砕きます。はい、手で砕ける大きさに、最大限の大きさに、最小限の大きさに切れたら、これをそのままザラザラと入れます。終わったらこれをこのまま砕くと、このぐらい粉々にしました。これを袋に移して湯煎します。あ、言ってなかったんですが、分量はチョコ2の、生クリーム1です。なので今回は、チョコ 200g、 生クリーム 100g でやっていきます。これ200なんで半分ぐらい、こんなもんですかね。そしたらこれを湯煎にかけて溶かして、生クリームは温めていくのですが、私はボニークの信者なので全部ボニークでやります。はい、ボニークの温度は62度で45分に設定してます。これにそのまま沈めて、あとは45分待ちです。でボニークがないのであれば、炊飯器にお湯を入れて、このぐらいの温度の、で保温しとくだけでもいいと思います。私前ボニーク持ってない時そうやってました。じゃあ待ちです。それではボニークで温め終わったので、これから混ぜます。混ぜると言っても、このチョコの袋にこの生クリーム入れるだけです。であとはここでなんか香りがいいお酒なんか入れると美味しくなるので、私はラム酒を入れます。小さじ1ぐらいですかね。で袋閉じて、ここでよくもみもみ混ぜます。はい、混ざったので、これをこのまま空気を抜いて、もみもみしている間に粗熱も取れているので、冷蔵庫に入れて一晩冷やします。はい、一晩と言いましたが、3時間後ぐらいに見てみたらいい感じに固まってたので、仕上げをしようと思います。仕上げは巻きってココアまぶすだけです。これ開けて、これを一口大に切ります。たらタッパーに移して、ココアをまあ適量、甘くないやつですを入れます。でまぶす。そしたらこれで完成です。